色しきーずです。こんなところで、ここはどこここはね、錦糸町店のビヨンド。お、ビヨンド錦糸町店じゃないまあどっちでもいいやろ。あれちゃんのいつもとりあえず指導している店長の萩原です。よろしくお願いします。でけえな。で、右にいる美人さんが池袋店と錦糸町店のトレーナーのさえです。はい、やってもらったことあるけど、こんな顔して結構きついからね。結構きついからね。意外と女の人がやるからといっても、やっぱ全然強度は変わらないっていうね。じゃあそろそろもう1ヶ月ぐらいになるかな。8月の頭から通い始めて、もう今9月入ったから、どう1ヶ月言われてんの顔おもろい自分でも結構ね、週3か4ぐらい意外と行ってて、結構行ってる。うちもさ、なんか結構行ってたのよね。こう4回、5回ぐらい1人で行ってた時はちなみに、でもこんな聞き方したことない、筋肉への。あ、じゃあ数少ないけど、今の方が効いてる。毎日行ってた方より2日くらい歩けんかった。あれちゃん、なんかたまに妖怪みたいな人になってるもんな。妖怪、あれじゃない。関節が何も曲がらないみたいな状態になってる。前撮影できる時やばかったでした。まあ、自分は全然運動してなかったんで、まあ、初めて、まあ、まず1日目の変化が、まあ、YouTube のおすすめ欄がもう筋トレ動画だらけになるっていう。調べてたんや。やっぱみんなどんな感じなんやろうとか、なんかいろいろ見ちゃうから、もうめっちゃ筋トレ動画がもう大量に出まくって、まあ、まず Google の AI はすごいっていうところもまず一番最初に身にしみて、でその後1週間ぐらいかけて、なんかちょっと、まあ、エッチな夢を見るというか、ちょっと性欲が上がった感覚があるんですけど、それって実際あることなんですか？そうですね、もしかしたらそのトレーニングすることによって、まあ、男性ホルモンをテストするんですよね、まあ、その値が上がって、それによってちょっと性欲が上がってるっていうのはあるかもしれないですね。ちょっと私、どうなるんですか？テストステロン上がる系なんですか？何が上がるんですか？まあ、テストステロン、そうです。男性ホルモン上がるの？まあ、筋肉がつくためには上がるんだ。どうしよう、気深くなったらどうしよう。いや、そういったことはないと思います。はい、女性なので。まあ、実際ね、パーソナルジムに今回1ヶ月通ってみたけど、まあ、パーソナルジムっていうのがどういったとこなのかって、意外とみんなこう、まあ、なんとなくね、まあ、1対1でこうやってちゃんとするとこでしょみたいな、ちょっとあんなものお金持ちのなんか行くとこよみたいな感じで思ってる人もいると思うから、そう、でもちょっと興味ある人っていうのは絶対すごいいるから、まあ、実際のところどんなところなのかっていうのを、ちょっとパーソナルジムのトレーナーさんにちゃんと聞いていこうかなって思います。先生、本当のジムよりパーソナルジム行った方が筋トレなんかしやすい、筋肉がつきやすいって聞くんですけど、それって本当なんですか？本当のジムだからね、ここも。あの、パーソナルジムも本当のジム、普通のジムね本当にパーソナルとかつきやすかったりとかしますか？それも人によるんですけれども、例えばパーソナルジムが、パーソナル人だという方は、あの、初心者の方でありますとか、あとトレーニングを2、3年続けて、やっぱり伸び悩んでる、ちょっと筋肉がつきづらいとか、はい、ちょっと例えば重量が上がっていかないとかっていう方にはでもおすすめですね。はい、例えば、うん、民間のジムってやってる方見てるんですけども、フォーム的にも、まあ、かなり長い間やってるのに、やっぱりその効いてない、はい、狙ってる部位効いてないフォームでやっていたりとかしてるんで、パーソナルだと本当に1ヶ月は2ヶ月でそういったフォームが身につくんですよね。まあ、そういったことでやっぱ自分に投資するという形で、はい、通っていただくとよろしいかなと思います。でも、なんだろう、こう、フォームを間違ってやってると、全然つかないものですか？そうですね、ただ疲れるだけっていう体が、あとは危ないのが、怪我してしまうっていうのがあるので、怪我してしまうと、やっぱり何ヶ月トレーニングできないとか、はい、そういうところになってきますので、まずは安全で、かつしっかり狙った部位に効かせられるフォームがいいかなと思いますよね。自分の中では結構筋トレ昔やった時に痛いイメージがすごいあったんですよ。
なんかこう何事も関節とか、なんかあのなんだろう、こうマシーンのこの、ここ背中がつくところとか骨の角張ったところが痛いっていう、その痛いのが嫌で、あんまり嫌だったんだけども、確かにここ入ってるうちは痛いっていう感覚は全然なくて、多分その関節とかを痛めないとか安全面とかもすごいちゃんとしたフォームでやると痛くないんやなって、筋トレって痛くないもんなんやっていうのをちょっと分かった。なんか筋トレをして筋肉がつくことによってモテるようになりますかっていう。だから重要や、一応筋トレをするってほとんどはやっぱモテたいっていうのがあるんじゃないっていうのを、まあ、少なくとも自分がそういう感覚でやり始める、まあ、一つのきっかけにはなるから。どうですか、モテるようになりましたか？結構僕インスタとかで、まあ、割と体とか載せたりしてるんですけど、筋肉が分かるような感じの、そうすると同性の方から周りのメッセージでちょっとまあ10万円になってくれないかとか。おー、10万円モテたりとかするんですか？でも、モテは現実ではそんなモテないです。あのね、ただ違う、感覚が違うこのモテる、モテないっていう感覚はみんな違うから騙されちゃうモテてんだよ、これは絶対住人だとまだモテてない。みんなね、モテてる人でもそんな道を歩いててふーとかって言われることはないんですよそうそう、けどそのインスタとかで言ったらちょっと、ね、知らない人から変なメッセージが来るようになったりとか、変な言い切りしてんな、キュンムスタイルスタイルあと、なんかよく聞くのが、その足すごい太くなったりするとか、お尻がすっごいでかくなりすぎるかもしれないけど、なんか胸がすごいなんか小さくなっちゃう、細くなっちゃうかもしれないみたいなっていう心配の女の子が結構いて、それってなんか足を細いままにするとか、うん、胸痩せないようにするとか、これって細くなるんで、笑っちゃったよく言われてる、その運動すると胸が小さくなっちゃうとかっていうのは、まあ、極端に食事を減らしたりだとかすると、まあ、栄養不足でなくなったりとかもあると思いますし、そうとか、まあ、すごい短期間で体重を落とそうとするとどうしても落ちてしまうっていうことはあるんですけど、やっぱり計画的にしっかり食事もとってトレーニングをするのであれば、まあ、ここだけガリガリにっていうことは、まあ、ほとんどないんじゃないかなっていうかさ、おっぱいって脂肪ですよね。脂肪です。なんか部分痩せってそもそもできるんですか？部分痩せっていうのは、まあ、正直少し難しいかなとはありますけど、はい、ただそこを中心に鍛えてあげることによってそこに筋肉がつく、そうすると引き締まって見える。だから実際測ったらセンチ自体は変わってないかもしれないです。でも見た目は細く見える。でそれが部分痩せっていう感じになるかもしれないですね。というかね、なんか自分、多分トレーナーさんの方は言いづらいかもわからんけど、てめえのなんかダイエットをして小さくなったおっぱいは元からそれで、今でかいおっぱいはお前脂肪なんだよっていう、お前今デブだからこれ本来のおっぱいじゃなくて食いすぎた結果このサイズになってんだよっていうことなんじゃない？だから多分ね、筋トレをして痩せて脂肪がなくなったら必然ともちろんおっぱいも多少脂肪だから本来のサイズに戻るって、小さくなるっていうか本来のてめえのおっぱいはそれだからてめえの遺伝子に文句を言えということを自分は思うけど、まあ、そんなことはちょっと言いづらいと思うけど、うん、いやあとなんかムキムキになっちゃう、やだーみたいなっていうものもいるけど、ムキムキはそんなすぐにはならないです。やっぱり太く見えるのは、まあ、脂肪も含め上に乗ってるものがあるからであって、まあ、上手に脂肪を落としながらトレーニングしていく上で、まあ、逆に引き締まっていくとものが多いです。私もトレーニングしていて週6回ぐらいはトレーニングしていて、うんうん、はい、食事も筋肉を減らせるために結構
大会とかに出て今ね減量と増量してるシーズンがあるんですけど、その肥大に特化させた増量シーズンでお米大体1キロぐらい1日食べて、肉も1キロぐらい食べるんですよ1日で。でトレーニングも週6回ぐらい重さもね重要視して結構上げていくトレーニングをしててもそんなにつかない。それだけ食べてんのに。だからまあそんなムキムキにちょっとトレーニングをしたからムキムキになっちゃっていうのはない。はぁ、そんな簡単にならないわよ。なめんな、なめんなよ自分を。バカ野郎ね、この野郎バカ野郎。誰にもって言ってたのか。うざいじゃん、なんかそのムキムキになっちゃうっていうのはちょっとうざいなって思う。なんか自分はね、私つきすぎちゃうんです。めっちゃくちゃなんかそれは言い訳、やらないための言い訳。あとこうパーソナルジムって言ったらもう徹底的に、まあ、短期間で集中的にトレーニングをするっていうことから、まあ、短期間で体重が落ちたりとか短期間でこう体つきが変わった後って、まあ、正直こうすぐリバウンドするんじゃないのとかっていうことも巷ではよく言われるじゃないですか。そのパーソナルトレーニング終わった後ってどうなんですか？そうですね、一応ビヨンドジム禁止症ではそのリバウンドをやっぱさせたくないので、無理な食事制限は指導はしてないですね。しっかり糖質とタンパク質、あと脂質、あとビタミンやミネラル、バランスよくしっかりとっていくと。でなおかつ、まあ、大体月に 2-3 キロぐらいのペースでダイエットさせていきまして、で終わった後もじゃあこれ目標達成しました、でその後また元に毎日ラーメン食べたりとか毎日ピザ食べたりすると絶対元に戻るので、そういうところはせずに、まあ、これまでのヘルシーな食事を少し糖質を減らして過ごしていくとか、まあ、その1週間に1回か2回は息抜きで、まあ、そういったラーメン食べたりとかしても大丈夫ですけれども、まあ、そういったことをしていくとかっていう形でその体重を保っていくと体脂肪率ですね。でそこでたとえその方がまた体重が増えすぎて元に戻ってしまったという形になっても、食事の指導はちゃんとしてあるので、ちゃんと自分で元に戻すそのテクニックであるとか、そういったマインドであるとか、そういったことを全部指導するので、はい、まあ、基本的にはリバウンドしないですし、例えばたとえその食事がまた乱れてしまって体型元に戻っても自分で直すことができるテクニックを教えるので、はい、非常にいいと思います。まあ、だからこのパーソナルジムでその一つの使い方として、とにかく知識をつけるっていう使い方も、なんかいわば筋トレ学校みたいなもので、たとえその後、まあ、もちろんここに継続してまた来るでもいいし、まあ、それが難しかったらなんかまあすごいこう自分でやるようなところに行くっていうのも一つありかもしれないけど、ただ一回ここに通っておけばその知識っていうのは絶対無駄にならないし、今後いつかまた運動しようってなった時に絶対役立たせることはできるから、その辺のその知識っていうのが結構ついてくる。そうですね、っていうことですね。はい、そうですね。やっぱり先生の言うこと聞いた方がいいかなと思う。やっぱ自分もその先生になんか1日4回ぐらい食べなきゃいけないみたいなって言われて、そんな食べてたら太っちゃうみたいな、やっぱりイメージ的に4回も食べてた、で量も結構半端なくて、こんな食べてたらもう絶対につくと思ってたけど、なんか食べてても全然つかなくて、意外とつかないですよね。そう、びっくりして、その食べる、なんか食べるのを制限されるのかなと思ってて、辛い思いすんのかなと思ってたの、もう我慢してお腹空かしてけど、もうなんかお腹空かす間もない特にさ、今ってこうネット社会でなんかありとあらゆるダイエット法がもう溢れてて、で読むじゃん、なんかこれしたら痩せるとか、これでもなんかでこれなんかカロリーを制限するとか糖質を取らないとか、なんかいろんなやり方があって、でもどれが正しいかも分からず、もしかしたら全部正しいかもしれないけど、勝手にあれもこれもってなんか自分の判断で複合してやってるけど、それがこううまく結果が出ない原因になってるっていうのがあるかもしれないから、なんかここだったらこうとりあえず任しそうっていう、その言う通りにプロだから一応ちょっと任してみよう、で他の余計なことはやらずに一回ちょっと言われたことをちゃんとやってみようっていう風になるから、なんか余計な情報に惑わされないっていうかね。まあいろいろ聞いてきたけど、
まあ、まだまだね、多分聞きたいことっていっぱいあると思うから、まあ、何かあったら皆さんぜひコメントでも言っていただいたら、そう聞いてみようかなって、そのまだまだ通う予定はずっとあるから、ね、で結構ハマってきて、もう次いつかなとか、もう枯れたとか楽しみにしてるんじゃないですか。そうそうそう、やっぱね、体が元気になる感覚はある。あんまほんまデメリットってないかもね。今思って考えたけど、モチベーションも上がるし、まあ、なんかもしあるとしても、なんかこうパッとね、今行こうって思った時に行くんじゃなくて、こう予約制だっていうのが、もしかしたらちょっと他のジムと比べると一つハードルがあるところかもしれないけど、逆に言うと予約するからこそ行くみたいな、行かないといけないいつでも行けるって、結局いつでも行かへんっていうのにつながってくるから、まあ、そこはそういう風 な感じになったのかな。デメリットと思いつつも、そう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 。ということで本日はすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、この動画はビヨンド池袋店と錦糸町店にサポートしてもらって、今撮っている動画になるんですよね。そうで、でよしキーズを見たって言ったら割引があるので、そこ忘れずに、まあちょっと恥ずかしいかもしれないけど口数多いな、やっぱりまあ、詳細は概要欄に載せておきますので、ぜひ見てみてください。まあ、これを機にね、頑張ると思います。